相手は私たちの健康を考える岩手元気丸です、はい。まあ、冬場というのは運動不足もあります。そして寒くてこう肩をね、すくめて歩いてしまいますとパンパンに硬くなりますね。そうなんです。まだまだ寒い日が続くということで、今日は冬場におすすめの体を温めるストレッチを吉岡アナウンサーが取材してきました。盛岡高屋アリーナにはトレーニングルームがあり、マシンを使った運動などができます。希望する人には使い方などの指導もしてくれます。今回はこちらで特別に教えていただくことになりました。今日は自宅で簡単にできるストレッチを菅野里美先生に教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅野里美さんはアスリートやチームを対象に筋力トレーニングなどの指導を行う専門資格を持ち、現在は主に子どもたちの体力や運動能力向上のための指導を行っています。ストレッチにもいろいろとこう種類があるみたいですね。はい、ストレッチには大きく分けて2種類ありまして、1つ目はまず皆さんがストレッチと聞いて思い浮かべるようなゆっくり筋肉を伸ばすようなストレッチ、静的なストレッチと、あとは関節を動かしながら筋肉をほぐしていく動的なストレッチの2種類があります。今日はどちらをやりますか？はい、冬場やっぱり体が冷えていきますので、体が温まりやすい動的なストレッチの方をやっていきたいと思います。なるほど。そしてこう、はい、ストレッチやる前に気をつけることってどんなことがありますか？はい、いきなり大きく動かしてしまうと関節を痛めてしまいますので、まずは小さい動きから徐々に大きく動かしていくっていうところと、あとは体が冷え切った状態でやってしまうと、これも関節に負担かかってしまいますので、ちょっと体が温まった状態でやっていただければと思います。今日はですね、足首 と股関節 と肩関節の3つのところでやっていきたいと思います。まずは足首からいきたいと思いますので、はい、まず最初にちょっと柔軟性をチェックさせてもらいたいなと思います。大丈夫でしょうか？やばいですね、これバレますね、はい、肩幅ぐらいに足を開いてもらって、そのままかかとをつけたまま、しゃがみ込むような姿勢を。ちょっと自信ないんだよな。ちょっとかかとつけたまま。ダメだ。だいぶ硬いです。カチカチですね。足首が動かなくなってしまうと、その上にある膝の関節だったり腰の関節っていうところに、負担がかかってしまって痛みが出てきてしまうっていうようなデメリットがあるので、足首の柔軟性ってすごく重要なところになります。はい、なんかストレッチというとあんまり足首っていうイメージがなくて。そうですね。あとは高齢の方になってくるとつま先が上がらないことで、ちょっとした段差につまずいてしまったりっていうリスクもあるので、足首の柔軟性ってすごく怪我予防にも、大切な関節になります。ストレッチはどの動きも10回ほどやりましょう。気をつけの姿勢から膝を伸ばしたまま、どちらの足でも構わないので足を上げます。はいはい、上げた状態で足首を上下に動かします。上下、はい、つま先で大きな数字の1を書くようなイメージで。うーん、10回前後やってください。その後は足首を回します。逆方向にも回してくださいね。さらに反対側の足首も同様に動かしましょう。座っていてもできますよ。時間帯とかは一番いい時間とかはないですか？はい、ゆっくり伸ばすストレッチとは違ってリラックス効果があるわけではないので、寝る前とかではない方がいいですね。日中の体がちょっと温まってる時間帯の方がいいと思います。さて続いては股関節ですが、はい、また硬さのチェックあります。はい、硬さのチェックしましょう。横になり片方の膝を抱えます。反対側の膝の浮き具合はかなり浮いてますもんね。そうですね、ちょっとここの股関節の前面のところがちょっと硬くなってるかなというような。次は股関節のストレッチ。気をつけの姿勢で立っていただいて、股関節を回すような動きになるんですけれども、足を上げた時に体が横にぶれないように、回す時に体がこう回す方にこう開いてしまわないようにというところに注意していただいて、股関節を大きく、自分の体の横にハードルがあるイメージ、それをまたぐようなイメージですね。はい、で股関節を動かしていきます。で前回しをだいたい10回くらいやったら、今度は後ろ回し、前上げて横に動かして下ろす。反対の足も大きく股関節を回すように動かしましょう。
横に上げてもっとちょっと動き硬いんだね、吉岡さんね。ぎこちない感じですね。あれれれれ、うまくバランスが取れないちょっと椅子を使いたい。バランスは取れないとね、はい、体重をかけない程度に手で支えてもらって、はい、体が斜めにならないような状態にしてもらって、その状態で足を今と同じようにちょっとさっきよりやりやすい。だいぶ楽ですね。そうですね、これはやりやすい、はい、ええ、徐々にこう動きに慣れてきたら可動域を広げていくような。うわ、肩ですね、はい、上半身、はいはい、肩の柔軟性は背中に手を回してチェックします。吉岡アナ、右肩が硬くなっているようですね。肩をほぐす簡単ストレッチです。まず肩に手を置いていただいて、はい、肘で大きく円を描くようにぐるっと大きく、はい、体の前だけで回してしまうと後ろにある肩甲骨までうまく動かせないので、はい、しっかりと肘が体の後ろまで回るように大きく、うん、腰が反らないよう姿勢に注意して、さらに後ろから前への動きもやりましょう。肘が後ろまで大きく回します。肩だけじゃなくて背中、背中の方も、はい、なかなかデスクワークとかされてるとどうしても背中固まりがちになるので、その合間合間にちょっと意識してやっていただけると。あ、今度は上半身がはいポカポカしてきます。肩のストレッチも椅子に座ってできますが、猫背にならないよう姿勢に注意するのがポイントです。そうですね、すごい かなり体が別に、ね、走ったわけでもないですし、はい、うん、無理にストレッチしたわけでもないですし、はい、でもすごい体軽いです。そうですね、はい、動かしながらやったことでやっぱり血流も良くなってくるので、そういった意味で筋肉の温度だったり体温だったりというのが徐々に上がってきます。今回紹介した3つのストレッチは場所を使わないっていうのと、どなたでも簡単にできる動きになるので、ぜひですね、時間を取ってというわけではなくて、仕事の合間だったり家事の合間だったりっていうところで気づいた時間にやっていただければいいかなと。無理せずですね、はい、長く続けられそうですね。そうですね、はい、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、私でぐるんぐる回してますけどもね、ぐるぐる、やっぱりこう血行良くなってくると、うん、温まって、ね、うん、食いますよね、はい、うん、私も吉岡さんも一緒にね野球やってますけど、こう春先、はい、スポーツをやろうといきなり体を浮かしたらやっぱりこれ怪我のもとですよ ね。この冬場いかにしてこの足首だったり股関節そしてこう肩関節を柔らかくしておくっていうことも大事ですよね、うん、吉岡さん、あれほど硬いとちょっとこれから春、うん、野球やって大丈夫ですかね。ほぐしておかないとですよね。ちょっとちゃんとストレッチした方がいいかもしれませんね。お問い合わせです。はい、盛岡高谷アリーナ、盛岡市アイスアリーナのトレーニングルームは4月1日にリニューアルオープンします。3月21日から3月31日までは改装のためお休みとなります。お問い合わせは電話番号 019-658-1212 番までお問い合わせください。無理をせずでも、まあこう継続しながら、体を、ね、動かしていきたいところですね、はい。